それでは、テクテクリブレオフィスということで、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はですね、リブレオフィスのサイトの中で、Ask リブレオフィスというですね、質問掲示板があるんですけども、そちらに寄せられていた質問をベースにですね、ちょっと機能をご紹介していきたいと思います。で、その質問の内容なんですが、今画面に出ているものです。この円、金額が書かれた、セルが見えてると思うんですけども、で、これですね、例えばここに計算をしようと思うと、これ足す、こんな感じの計算を使用するとエラーになります。で、なんでかと言いますと、この金額に見えるんですが、実はここに円という文字がそのまま入っているために、文字列扱いになってしまっているという状況なんですね。で、これをどう解決するかというですね、そんな、テーマになります。結構こういう場面に出会う時ってないですかね。はいはい。例えば PDF の金額をコピーしてきましたみたいな時にですかね。結構ケースとして多いのはですね。あるかもしれないですね。確かに。はいはいはい。まあ、結構い、はいはい。セルが少ないときはいいんですけど、こんな風にこうたくさんになってしまうと手で直すのもなかなか厳しいというところで、で、ここじゃあ、何パターンかですね、この解決方法をご紹介していきたいと思います。で、まず一番最初にお手軽なところでいきますと、こんなところですね。編集の検索と置換ですね、こちらで、検索をする文字のところに円と入れてですね、この円ですね。で、置き換えの文字として、何もなし、つまり 円を何もなしに置き換えるということですね。で、これで範囲を指定をして、で、置き換えをしますと、ドンとこの通り、円マークが消えて、で、カンマ自体は自動的にこう数値として扱ってくれるので、これで、晴れて、あ、そうですね、カンマの方は自動的に判断をしてくれて、数値に変換してくれるというようですね。で、まあ、とりあえずこれが解決方法、一番手っ取り早いところではこんなとこかなというところですね。そうですね、はい。で、まあ、ちょっとこれ以外の方法も少しご紹介 していきたいと思うんですが、ちょっとクロート向けな方法になるんですけど、例えばこれですね、セルをコピーをしまして、で、これを貼り付けます。で、貼り付けるときにちょっとですね、この下向きの三角の中にいくつかですね、貼り付ける方法を選択できるようになってまして、で、この中のこちらですね、書式設定されていないテキストというものを選んでみます。で、そうすると、ここの部分でですね、いくつかそのこの中の編集記号を指定することで、貼り付け方を指定できるようになってるんですけども、で、ここその他の部分にですね、円というのを設定をすると、そうするとこの円という文字が、この中の書式設定の記号であるというふうに判断をされて、これをですね、これを消してしまうということができるんですね。で、これで貼り付けをしてあげると、このようにですね、円マークのない形にすることができると。本来はこれはですね、この数字の例えばカンマがですね、区切り文字ですっていうのを指定するための機能なんですが、これをまあ流用をして、
その通りですね。はい。あ、そういうことです。このようにこうセルが分かれていってしまうということになるわけですね。で、まあ、その辺の特性をうまく利用して煙幕を消し去るという方法ですね。まあ、結構これは、クロート向きな方法かなというふうに思います。そうですね、かなりあのリブレオフィスの使い手向きの機能ですね。で、次に紹介するのがですね、関数を使う方法です。で、こんな関数ご存知でしょうか。サブスティテュートで、チップス出てますが、文字列中の特定の文字を他の文字に置き換えますというやつですね。これで、置き換える対象が、このセルですと。で、置き換える文字が円です。で、何に置き換えるかというと、何もなしに置き換えますと。はい、そうです、先ほどの置換と理屈としては同じですね。はい、このように、変換ができましたというふうに見えるんですが、その通りです。違和感感じてらっしゃると思うんですが、カンマは消えてないですよね。これどういうことかというと、ここにじゃあ計算できるかというと、あ、できちゃったなんとリブレオフィス優秀でした。そうですね、ただしここに組織設定指定をしてもおそらくうまくいかないでしょうというところですね。合ってます？これでいけちゃうのかな。例えばこんな風にしてみると、あ、ならないですね。はいはいはい。で、つまりここやはりここで計算はしてくれるんですが、このサブスティテュートをかました段階ではまだ文字列として扱われているという状態ですね。で、これをですね、では正しくこの数字として扱わせるためにはどうするかというところで、ここにもう一段関数をかませます。バリューという関数ですね。で、これはですね、文字列として与えられたものを数値に変換をするという関数です。こいつをかませると、はい、ちょっと何が起きたか分かりにくくなってますが、そうですね、書式設定が先ほどいじったものが残ってしまったので、本来ですとこうなるわけですね。カンマも消えて、ただの数字、純粋に数字に置き換えられたという状態になりました。で、ここにですね、この円というのが入った形の書式設定を行うことで、見かけを、カンマ区切りの円というのが入ったものに変換をすることができました。こんな感じですね。こんなパターンがありますと。はい。あ、そうですね。こちらを残しておきながら、数字を別途取り出したい場合っていうのは、こちらの関数でですね、を使っていただくのがいいかなと。で、もう一つですね、関数で、さらに、もう一つご紹介しておきたいと思います。というのは、こんな関数です。イコール、ナンバー、バリューというやつですね。で、これはですね、
まあ、ちょっとやっぱり本来の使い方とは違うのかもしれないですが、まずは使ってみましょう。で、これに対して、エント、まあ、これだけでいけるかな。あとはあれですね、カンマと。で、これでいけると思うんですが、ドンと。あ、いきましたね。で、これは何をやってるかというところの説明なんですが、これ本来はですね、こんな時に使うものです。数字って我々通常ですね、例えば3桁区切りはカンマを使って、で、小数点はピリオドを使って、まあ、こんな風に数字というのは構成するのが、まあ、通常はこうかなというふうに思うんですが、実はこれがですね、そうでもない国があるというところがあって、で、まあ、こういう文字列が与えられた時に、その3桁区切りと、この実数と小数点の間の記号というのが、何なのかっていうのを、まあ、明示的に指定をしてあげるための関数ということになります。例えばこんなのが与えられた時に、あ、いいですね。で、こうして、で、小数と実数の区切りというのはピリオドですよ。で、3桁ごとの区切りっていうのは、カンマですよっていうのを指定をすることで、これを実数に、変換することができるという、まあ、そういう関数なんですが、これをうまく利用してですね、このカンマと円マークを、まあ、消してしまって数字に戻すということをやるという方法ですね。まあ、ちょっと本来の関数の使い方とは違うんですが、これもまた、LibreOffice の特性を捉えた変換方法かなと。いかがでしょう皆さん。そうですね。そうですね。これは我々長らくリブレオフィスに携わってはいるんですけども、こんな方法があるんだというのは、特にこの何でしたっけ、ナンバーバリューですかね。そもそも数字を表すときにこう小数点と3桁区切りを示す記号というのが国によってはそもそも違うということ自体を今まで知らなかったというのが正直なところなんですけど、ああはいはいはい、ああなるほど、はいはい、なかなか使わないですよね、はい、あー、へー、あ、結構普通に違うもんなんですね。
確かに。あれですね、本来は、円マークが、入り込まない形であらかじめこう数字を作っておくというのが一番いいんですけども、まあ、なかなかですね、外から入ってくる資料なんかだとそうもいかないという場面も、まあ、あるかなというところがあるので、まあ、そんな時には、そうですね、はい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 、まあちょっとですね、まあいろいろ仕事をやってるとそういう想定外のデータをなんとかしなくちゃいけないという場面がありますので、まあ今回のですね、このいくつかの、方法をですね使っていただくと、まあ結構便利にいろんな事態に対処していけるんではないかなというふうなところですね。そうですね、はい、でまあ、今回これですね、我々、だけで、ネタを用意したということではなくて、Ask というですね、まあ、質問掲示板 Ask.LibreOffice ですかねの方で寄せられたということで、我々以上の LibreOffice の後者の方がいらっしゃるということでですね、またこちらの映像をご覧の皆さんですね、このようないろんな事態に直面した場合には、Ask の方にお問い合わせいただくとですね、こういうさまざまな、本道または裏道、いろんな方法で問題解決を提示してくださる方がいらっしゃるかなと思いますのでですね、まあ、そちらの方も合わせてですね、ちょっといろいろと、ご活用いただければと思います。といったところでですね、今回のテクテクリベルオフィス終わっていきたいと思います。ありがとうございました。